さて、今日最初のニュースはこちら。独占取材、D ラボ極小花火大会。ということで、今年初開催の花火大会の様子をお届けします。まずは開催前のインタビューから。いえ、親子です。失恋したんで、花火と一緒に弾けてくれたらと思います。さまざまな思いを乗せた花火大会、午後9時についに始まりました。しばらく映像でお楽しみください。観客の皆さんも綺麗な花火に集中しています。最後はゴールドの花火3連発で幕を閉じました。花火大会後のインタビューをお聞きください。綺麗だった。やっぱり花火とビールは最高やね。いいお兄さん、いかがでしたか？やっぱり花火はいいですね。いろいろな思いがあると思いますが、来年も開催してほしいですね。そうですね。以上、D ラボ極小花火大会の話題をお送りしました。この後は、モコちゃんに叱られるのコーナーです。最後まで見てくださりありがとうございます。動画を面白いと思った方は、いいねやチャンネル登録をお願いします。このチャンネルでは、学習や生活の中の謎や疑問を解決していきます。またすぐに使える小ネタなども用意しますので、リクエストがあればお気軽にコメントしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。